サムとボッカとデストランディング、前回の動画は長い割に荷造りでほとんど終わってしまいました。サムの人並み外れたボッカ能力とハイドレーションの中の赤さんに驚かされっぱなしのボッカの人秋元さん、今日はサムのボッカ業務のお手並み拝見です。国道って言われる道路あるんですけど、これ国道なんですか？そうなんです。でこれ最初はなかったんですよ、僕とみんなが建てました。あ、お疲れ様です。で要はこの国道で今は道路車とかを使って便利にあっちまで行けるんですけど、はい、ゲーム開始当初は全然つながっていなくて、それも要は歩いてあそこまで行ってたってことなんですよ。本当に道を作ったことによって、そうですそうです、それはよく分かりますね。本当にその道ができる前だとか登山道ができる前に牧歌がまず入るので、うん、資材を運んで、ちょっとね、やからがいますね。やから、ちょっとやからいる環境での僕は僕未経験ですね。そうですよね。睡眠導入剤って多分欲しい人もいるんじゃないですか。やから高く売れそうですし。ちょっといますね。やからっていうのはあれですかね。山賊ということになるんですか。この世界でいうと配達依存症っていう病気を患った方たちなんですよ、はい、ああ、かなりちょっと複雑な背景がありそうですね。もともとその配達をされてた方たちなんですけど、はいはい、それこそ秋元さんと同じ感じだと思います、はい、でそれが、はい、まあ、やっぱりこの末期的な世界の中でちょっとこじらせてしまって、配達人を襲っちゃう。そうですそうです、荷物にしか興味がないんです。ちょっとそれは怖い。山にいたら本当に怖いですね。怖いです。今もう来てますけど、ちょっと戦いますか。どうしような、ちょっとだるいことになりそうだ。おっとっとっと、危ない危ない。後で戦いましょう。後で戦うんです。後でちょっと触れ合ってみましょう、はい、こういう道ってどうですか。すごく歩きづらそうですね。この岩だけとか砂利だけとか小石だけっていう環境だったら、うん、まあ、そんな環境あんまりないんですけど、はい、歩きやすいんですけど、ここはこう溶岩がちょっと割れたようなのとか砂利とか混ざってるんで滑りやすそうだし、岩自体はザラザラしててすごい引っかかりそうで、何とも言えない段差がたくさんあるので、はい、牧歌するにはかなり厄介な道ですね。まあ、こう慎重に歩いていくって感じですね。はい、やっぱ一定の歩幅で一定のペースで歩くのがとても大事なんで、体力消費しないこととか安全に歩くためには、それがすごいしづらいんじゃないですかね、この道は。まあその中でも こういうルートとかを見つけていくわけですかね、はい、ちょっと。そうですね、今見てて思ったんですけど、すごいサムというかナムさんルートファインディングしてこう歩きやすい道筋をうまく辿ってますね。例えばこういう こことかですかね、この。そうですね、そことか目標地点まで遠回りせずどのルートで通ったら、はいはいはい、安定して歩けるかを考えますね。あー、やばいですね、この川みたいなところあります。うわー、これ図書あるんじゃないですか。あ、図書するのか、どうすんだサム。自分が行きたいところの間に川とか、うんうん、まあ、水が出てきた時にそれを渡ることを徒障と言いますね。なるほど。これやられたことありますか。はい、徒障は、まあ、ちょいちょい山登ってるとちょいちょいありますね。牧歌でも徒障したこと、まあ、一度ありますね。通常牧歌ではこういう道通らないですけど、あ、橋が流されてたとか増水してたとかでこう地形が変わったりすると予期せぬ場所に川ができてたりして、そうすると徒障することになりますね。まあ、できればしたくないって感じですかね。できればしたくないです。やっぱ濡れるってことはとても危険なんで。あ、なるほど。はい、濡れたくないです。なので今これサム塗装するとしたら、うん、あ、でもそんなに水深ないですかね。水深をちょっと見てみましょうか、はい、そうですね。なんでこれ欲しいこれ何かこう、これ踊らねぐっていう、なんかこの世界のガジェットで、はい、お、すごいすごい、あ、スキャンしてる。この青いところは川の流れが、はい、穏やか穏やか。
で黄色がちょっと強いみたいな、はい、で例えばこの 赤でついてるところは滑りやすいとか、はい、滑りやすい、あもう最悪な場所じゃないですかこれ。経験の豊富な牧歌の人とか山の人はもう無意識でこういう判断をしてるんだと思います。むしろこの、うん、はい、このギア自体もそのもしかしたらそういう人が開発に関わってるかもしれないですね。こういう地形だったらこうなってるぞっていう、まさにこういう地形判断みたいなことを常にしているって感じですよね、無意識的にも。はい、そうだと思います。じゃないと大変なの自分なんで。そうですね、なんか機械使わずにその風景から見たのとスキャン結果がどうかっていうのをちょっと見比べてみたいよね。見比べてみたいですね。現実にあって実際山で使えたら本当に楽しいですね。あ、これ左の岩、岩というか苔生えてますね。え、どれですか。あ、左、あ、こっちですね。これ、はいはいはい、これ苔生えてます。これもう終わりですよ。こんなのに乗ったらもう、でも滑っちゃうんで、一般的な登山靴って苔に弱いんですよ。なるほど。なので牧歌の時に登山靴履いてて苔の生えてる岩見たら、まあ、まず避けますね。で牧歌の時はあまり履かないんですけど、この苔が生えてる石岩に強いその沢登り用のシューズとかもあるくらいなんで、まず牧歌の時はこういうのは避けますね。まあ、命が大事、はい、荷物が大事っていうのがあるんで避けます、ね、そうですね、避けます。なるほど、そういう判断の連続なんですね。なんか牧歌って例えばその図書をやってみましょうか。ちょっと怖いなと自分も思ってます。今わかんない、渡れるかどうか。はい、しかもこれかなり流されそうですね。行けなかった場合荷物バラバラになっちゃいそう。まあ行きましょうか、図書行きましょう。でギュッて持って、え、まずサム服脱がないんだ。まあまあそれはいいか。あ、頑張れ頑張れ、ちょっと行きます、行きます。あ、ちょっとあのちょっと行かせてください。あ、はい、あ、いいです。あ、強い。あ、オッケーオッケー、行けた行けた行けた。はい、どうぞ。まあ、歩く方向が大事なんで。そうですね、歩く方向が大事で、はいはい、今真横に行きましたけど、ちょっと流れに対してちょっと上目に行くんですか、ね、とかないと。はい、もう一回行ってみますよ。こう斜めってことですか、はい、こう。そうですね、あと体の向きですね、水受けちゃうと。まあ、ただそうですね、斜めに行った方が目的地に近いと思います。あの流れが弱いところが真ん中ら辺に先ほど見えてたので、はい、若干流されつつそこ通れる。ちょっともうちょい上目から行った方がいいんじゃないですか。上流から。そうですね、上流から行って、あ、そうですね、その辺から行って、やや上流側に向かって、はい、やや上流側に向かって歩いてください。はい、で、そうですね、体の向きっていうのは何なんですか。上流向きで流れを正面から受けないように行った方がいいと思います。まあ、これも慣れてる方だったらこんな感じですか。あ、どう、いや、ちょっと微妙かな。これ上がされそうですね。あ、でもあ、でもまあこういう感じですかね。あ、いい、まあまあいい感じだと思います。あー、すごいな。通常山の人がこれをやるときは、はい、もう腰まで水が来てるじゃないですか。あの、まず全裸になりますね。服を濡らしたらもう山、まあ牧歌業務もですけど終わりなんで、うん、とにかくもうまず全裸になって、こうビニール袋とかに服を入れて、うん、頭の上に乗せるなり、なんか絶対に水没しないザックの一番上に乗せるなりして、うん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 、それを守りきりますね。で、自分裸でも後で拭けばいいんで。 なんで終わりなんですか、濡れると。山はとても風が強く吹いてて気温が低いので、はい、体温を奪われて低体温になるんですよね、うん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 、あと単純に体冷えてるとカロリーを無駄にどんどん消費しちゃうんで、はい、そのリスクが高まる。で、低体温になると動けなくなるので、まあ、その先はもう本当に危険ですよね。まあ、あの致命的な、あの、はい、致命的ですね、はい、特に今靴も濡れちゃってるしやばいっすよ、ね、ただこのサムのスーツは結構ブリッジスのまた、はい、特殊スーツなんで。あ、じゃあもうそれが大丈夫なんですね。多分大丈夫なんだと思います。あ、欲しいですね。欲しいね。めっちゃ欲しいです。この忍耐ゲージが危ない危ない、 やばいっす、危ない、ちょっとやばいっす、やばいやばい、サム、この忍耐ゲージが減ってくと、あの流されちゃいます。あ、忍耐ゲージっていうのがあるんですね。おっとっとっと、あ、忍耐ゲージが見えてるのいいですね。あー、でもご自分でも分かるんじゃないですか。忍耐ゲージみたいなものは感じるんですけど、はい、あ、まだ始めて間もない頃はまだいけるまだいけると思って自分の実力以上のものを持っちゃって、うんうん、まあ忍耐ゲージ見えてない状態で気づいたらこうこと切れてるってことがありましたね。自分の
限界と容量を知って、そうですね、管理していくっていうのもすごい大事ってことですね。そうですね。あと能力が足りてないなと思ったら鍛えたりとか、はい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 、やっぱり長く続けられてる方たちはそういうところ徹底してますね、うん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 、サムかなりでも忍耐強そうだ。おお、お下りで下りで走るボッカってもう下りで走るボッカってもうすごすぎですね。下りで走るっていうのは結構あのレベルが高いとか辛いことなんですか？はい、かなり関節に自信がないと、うん、もう本当膝、主に膝と足首ですよね、うんうん、は下りで本当に消耗してしまうんで、うん、下りはもうゆっくりゆっくり行かないと痛めちゃいますね。まあ自分の体重プラス これが入るわけですもんね、はい、全部全部。そうですね。サムは相当筋力もですけど関節に自信がある。あ、だいぶ変わりましたね、地形が。ちょっとなんだこれは、土。おお、いきなりいきなり来ますね。はしごありますよ。これはもう痺れますね。これかなり急斜面ですしね。これ牧歌状態痺れますね。痺れるっていうのはどういうことですか？おお、来たねーっていうことですね。伝わんないよ。あの、まあ2つあって、これは大変だなっていう気持ちを抱く人もいるでしょうし、うん、こう試練が訪れたと思って奮起する、はいはい、なるほど、やってやろうじゃないかと。はい、まあほとんどの場合その2つが混ざったような感情になるんじゃないですかね、牧歌をずっとしてるような人は、うん、これはもうやってやろうじゃないかという気持ちになりますね。斜面もすごいですし、このはしごのかけ方えげつないよね。すごいですね。サムは今のところノーリアクションなんで、やっぱ慣れてるんでしょうね。もういつものことだって感じですね。はい、ちょっとはしご行ってみたいんですけど、このはしご実は、はい、あの人がかけたやつなんですよ。ちょっとじゃあ信用できるかどうかなんか分かんないですね。自分がかけたやつではなくて、はい、人がかけたやつです、はい、でこの世界は、他者とつながっていて、オンラインで、はい、あの他のプレイヤーがこういうように設置した、はい、器具っていうものを、使えるんです。はい、分かります。あ、そうですね、他のサム、そうこのそうですね、たくさんこの配達人がいて、その人たちが設置したものは共有できるんですね。そうです、全世界の人たちが、この世界を共有してるんです、道具とかを。本当にそれは実際の登山の世界と同じですね。誰かが開いた道だったり、誰かがかけたはしご、設置したロープ、まあ、使うか使わないかは個人の判断ですけど、はい、そういうので道が保たれてるんで、ちょっとこれ怪しいこれどう、これまず秋元方は使わない。これは僕だったらちょっとこれ上の末端があんまり確認できないんで、これちょっと使わないかもしれないです。上の末端こうですね、はい、はしご自体は新しそうなので、うん、まあ触ってみますけどいいかなと思うんですけど、うんうん、あでも大体こうガチャガチャ揺らして、あでも途中でガチャガチャ揺らして、あ使うかもしれないです。途中で何個も支点があって、はい、はしごの程度も良さそうな、ガチャガチャ揺らしますね。支点っていうのはこうやって設置してる面ってことですか？はい、設置してる支える点ですね。あ、まずはガチャガチャ揺らして使えるかどうかを確認して、はい、ってことですね。これ岩にボルト打ってる、ね、そうですね、岩に打ち込んでますね。これボルトですよね、ボルトかな、なんだろう、下穴を打ってこれを刺してるんで、うん、かなり、でもまあ人がやったことなので信用はできないですけど、あとはもうそうですね、これこっから得られる情報なんかあんのかな、他に。あとこれ末端からどう移動するんだろう、ちょっと気になるよね。そうですね、末端の先結構歩きにくそうだよね行く先苔の岩が待ち構えてるんで、まあサムなら行ける、僕だったら無理ですけど、はい、僕だったら無理ですけどサムなら行ける可能性がありますね。なるほど、でもこれちなみにいいねをつけることができて、はい、これを利用してこれが良かったらいいねつけるんですけど、あーすごい、あその精度もいいですね。そしたらやっぱ設置した人やりがい感じますね。本当に山にあったら面白いですよね、そういう精度。はい、山にあったらすごい嬉しいと思います。その登り切った先にこう、うん、いいねボタンあったら、はいはいはい、自宅にいても、あ俺のはしごを今日使われたんだみたいな楽しみ方が。そう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 、問題なのはこのはしごいいねゼロなんです
もう絶対やべえじゃないですか。ちょっと重要なポイントは製造年月日分かんないんですかね、いつ製造されたか。これは分かんないですね、多分製造年月日。あ、分かんない、ちょっとリスキーですね。あ、それはやっぱ劣化してるかもしれないってことですか。もしんないです。見た感じ新しいんですけど、それはもう完全にあの主観なんで、はい、これちょっと怪しいですね。あの山のものは大体刻印があるので。なるほど、一応見ます。素晴らしい。ただあの見た目が綺麗だったら、うん、で触ったり揺すったりしてあのがっちり固定されてたら使いますけどね。なるほど。ちなみにこれあのマダラウシさん専門用語言ってませんでしたっけ。はい、あ、残地。あ、残地。今みたいな感じで他の人がその支点とかその、はい、登ったり降りたりするのに設置したもの、うん、わざと残す人もいますし回収できなくて残っちゃうものとかもあるんですよね。はい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 。それをその利用することをその、まあ、残地物を使うっていうふうに言うんですけ ど、誰かが残したものなんで今みたいにこう無条件に使うとね危ないこともあるんで、残地を使うか使わないかもちゃんと自分で判断をしないと怖いよっていう感じですよね。残地物って、どういったものが代表格ですか。例えば捨て縄って言われる木とかその岩とかにこう くくりつけて、はい、でそこになんかロープを通したりとかするその、まあ、縄ですよね、はい、とかあとはその岩 この割れ目のところにこう打ち込む金具があるんですよ、はい、ハーケンとかいうやつですけども、はい、あとはそのよくクライミングとかで使われているような場所には、はい、自分の安全を確保するためにこう使うボルトとかがそもそも打ち込まれてたりすることもありますよね。なるほどなるほど。あの広い意味で言うとあの登山道に普通に設置されてある鎖とかもあれ一応残地っていう扱いになるよ ね。まあ設置物なんで。なるほどなるほど。よく鎖場とか言って、はい、登る手がかりにねあの設置されてる鎖とかもそれに当たるんじゃないですかね。なるほど、わかりました。じゃあこれの乗ってみましょうか。やってみましょう。サムならいけると思って、はい、長さこれいきますいきます。おお、いきますね。全然大丈夫ですね。あ、じゃあしっかりしてんだ、いいですね。あ、だからそうそう、ここですよ問題は。ゴールからですよ。末端からのこれクライミングですね。もうしかもここすごいな。ここ僕ができたら本当にすごいです。本当にすごい。これはちょっといいね、いいね送っていいですか、とりあえず。え、ちょっと待ってください。これ問題はこっからあれですよ、降りれるかどうかで良かったかどうか全然違いますよ。そうそう、よくないねの可能性もあるかな、はい、ちょっと行ってみましょう。良くないねの可能性いきますよ。はいはい、おい、行くぞ。おお、おお、危ない。ちょっと待ってください。え、ちょっと、おーい、じゃないよ。え、ナムさん、はい、ちょ、これいいねあげられないですよ。なんでいや、まず本当にはしごのまずちょっと早足でしたけど、取り付きが、はい、その安全な地面から伸びてないじゃないですか、はい、ということははしごに取り付いて体を安定させるまでにこの人は危険を犯さなきゃいけないですよね。ゴールをなぜかなんかこうダイナミックムーブを繰り出さないと登りきれない上にめっちゃ滑るっていう。だから試してるかもしれないですよ、この残地物で。あ、なるほど。ちょっとニーヤンさん、あ、これまさか、あ、なるほど。例えばこういうのだったら安全ってことですね。僕が立てますけど。あ、最高です。それはもう1000いいね。じゃあニーヤンに対抗してこっちをつけましょう。はい、これも1000いいね入ります。すぐ1000で効きますかね、これは。ですよね。じゃあニーヤンさんはもう人を試すような設置の仕方をしてるけど、はい、こっちはもうちょっと親切ですね、僕がやったのは。はい、ちょっとニーヤンさん悪い山屋ですね。いや、あれ悪い山屋ですね。あ、一変変わって草むらに行きました。あ、ここもなかなか牧歌泣かせですね。どこですか。この砂地のこうグックって踏ん張ってるのにちょっとずつちょっとってか足がこののめり込んじゃうわけじゃないですか。力が逃げちゃいますよね、うんうんうん。で前に進もうとするたんびに自分すごい荷物背負ってるんで、はい、多分後ろにズルズルズルってなっちゃうと思うんですよね。あ、なるほど。かなりロスが。なかなか砂浜でぼっかす、砂浜っていうかこう砂地でぼっかすることないですけどね。おお、ちょっと一回休憩しましょうか。はいはいはい。あの僕たちもだし、サムもああ彼も。あ、どんな風に休憩する、なんかその、はい、牧歌で休憩すること、はい、というか山で休憩することを1本取るっていうんですよ、うんうん、1本取る、はい
はい、こう出た出た1本1本取る言いますよね、言う言う。でその理由が、はい、この今荷物を下ろしちゃうと大変じゃないですか、はい、なので杖を持ってて、うん、その杖をこのしょいこの、お尻の部分ですね、はい、に立てかけて、あ、その杖を支えにして荷物を支えて、自分は半分立ったまま、半分で立ったまま休むんですよ、荷物の荷重を杖に移して。なるほどなるほどなるほど、はい、なのでそれを1本取ると言いますし、はい、意外とこの言葉ちょっと古臭いんですけど、今普通に山を登る人、山岳部のとかワンダーフォーゲル部の学生とかも一本取ると今でも言いますね。じゃあちょっとサムも一本取りますね。はい、はい、サム一本取っちゃってください。場所ってなんかどっかいいとこあるんですかね。なんか例えばこの世界だとちょっとした雨宿り場というかなんかあるんですよ。はいはいはい、すぐそこにちょっと光ってるの見えると思うんですけど。あ、そうですね、こう雨風やっぱ当たんないところの方がいいですね。普通の牧歌さんだったらどういうところで、まあ、平坦でっていう感じですか。そうです、あ、この右前のちょっとした石とかに荷物を、あ、こういうところでね、はい、荷物の荷重を逃がして、はい、で、そうですね、まあ、荷物を置きます、そういうところに、そうですね、こんな感じですね、背中かいて、はい、荷物をそれで立てかけてあ、こういう感じじゃん、はい、で、自分の肩を抜いてその荷物倒れないようにして、はい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 、という感じです。ちょっとこれ不安定ですけどね、もっと安定した岩で。じゃあちょっとサムの休憩見といてくださいね。はい、危ない危ない危ない、おっとっと、あ、もう疲れてる、あ、休んで、寒い、ほほほほほほ、寒い、休憩、ちょっと休憩します。じゃちょっと休みます。はい、なんかいるな、ほほほほ、おお、そして荷物は下ろさない。これはめっちゃお得意ある休み方や。これはもうサム修行僧ですよね休みたい人間でやることじゃない牧歌仲間で見たらもうあいつすげえってな、もうやばいと。え、もう、え、僕日記に書きますね、その日すごい牧歌がいた休んでるかと思ったら、はい、休んでるかと思ったらかけていた、そう、よりきつい体勢で鍛えてたっていういや、いや、すごいですよ。え、さ、これ休めてる、休めてんの。うわうわうわ、これに落としてあ、どんな時も下ろさないんですね。まあなんか危ないというか、下ろしたらなんかあれですもんね、持って帰っちゃうかもしれないしな。眠るっていうのもできますちょっといいですか、出てもらってえ、あ、さすがに、あ、さすがに下ろすんだ。あ、サムも人間ですね僕、牧歌所は寝るのかと思った。あこれ正直腹筋やばいですよねこれ騙されたぞ騙されたぞ、寝てる時も、しかも体力めっちゃ回復してってる、よく見たらサム、え、これ腹筋、しかも赤子を守って、赤子はなんて名前したっけ、ルールールーを守って自分は腹筋を鍛えながら寝る。いやー、なんか下ろすと見せかけて下ろさないのがすごいですね。やっぱサム違いますね。はい、しかも肩に関してはもう何にも気にかけてなかったですもんね。肩ずっともう外そうとする素振りもないあ、もう体力いい、これでも体力いいんですか。ちょっと一回休憩しましょう。一回10分休憩しましょう。わかりました。じゃあ30分から。はいはい、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、はいはい、え、これやりたいっすねすげえ、こんな、僕こんなバカでかい声で喋ってていいのかないや、面白い。もういますね、あそこに。あ、なんかいますね。やばいやばいっす、やばいっす、やばいっす。あ、元仲間ですよ、だから元同業者ですよ。え、悪に染まった牧歌ということですか。そうですね。じゃあどこら辺取り付きとしましょうか。ここら辺にします。もうすぐなんですよ、そこ。じゃあちょっと登ります。ごぼうですよ、ごぼう登ってます。奥の山はやっぱ気になりますか。はい、気になりますね。ああいう山で牧歌するというのはすごいロマン